局の世界へようこそ。ご案内させていただきます菊池まどかです。今回ご紹介させていただきますのは伊丹秀子師匠の呼びこぼし。この作品はなんと映画化もされ、そして初めての CD 化とされています。伊丹秀子師匠は浅草生まれ、そしてもともとは2代目天中軒雲月という名前も持っておられました。伊丹秀子師匠も数々のたくさんの名作の、演目を持たれる師匠ではありますが、今回のこの呼びこぼしはその中でもなんと映画化された作品なんです。そしてその配役はもちろん浪曲師のもう数々の大師匠が出演されております。もうそれを聞くだけでも、この話どんな風になっていくのかなと私はもう特に興味を持ってしまいました。この呼びこぼし、民子、そして新吉、そして2人の間に緑という可愛い女の子が生まれます。しかしその2人はなかなか両親に、結婚を認めてもらえず、東京に駆け落ちをしてしまいます。そして駆け落ちをする中、新吉は残念なことに交通事故に遭ってしまいます。そこからこの物語が始まっていきます。三味線弾きとして、民子は三味線芸一つで、食べさせて、そして育てていくことになるんですけども、その後、また新たな不運が訪れます。詳しいお話はぜひこの呼びこぼしでじっくり聞いていただきたいなと思います。伊丹秀子師匠といえば、七色の声を出されるということで、名人芸というふうに有名な師匠ではありますが、この今回の作品にも、短歌を聞いていただいたら皆さん驚かれるんではないかなと思います。七色、何人もの登場人物が、俳優さんやいろいろな女優さんが演じてるんじゃないかなというぐらい声色が変わり、そしてもう声の節、どこまでこう上がっていくんかなというぐらいの雲月節と言われる、何から何までというもう驚くぐらいの美声も、この CD ではたっぷり聞くことができます。ぜひ皆さんこの呼びこぼしじっくり聞いていただけたら嬉しいなと思っております。私も常に聞いておきたい手芸の数々、ぜひ皆さんお聞きください。菊池まどかでした。